津工場の道に暗示を通達せることただ行物のみなり。仏工場の道に暗示を通達するというのは、仏がこの仏工場といっても仏さんの上にもう一つ仏さんがあるというんじゃない、仏さんを超えたの。これで事実として生き生きとして働くということね。仏が自由にこの俺が仏であるともその知覚する以前仏を事実自由に働いている、それはただ行物のみなり。自称物と無闇健在なるところなり。その仏さんを向こう側に置いてね、概念的に分類しているような、そんなようなその手前には全く行物のその自由運転の様子はわからないということですね。実際あれでしょ、例えば自動車の運転で言うんでもね、あの自動車はどう、あの運転の仕方はどうであるこうであるって言っていくら言ったってしょうがないもん。実際に生きた本当の自動車運転というのは、実際に自分が頭手放しして、しかし冷めたところで生き生きと運転していくっていうところに本当にある。それなんだかんだって言って自動車の運転を分類してみたってしょうがない。でこの行物は図に異議現状するゆえに神前に異議現状する。この行物っていうことはね、この生命実物を事実として生き生きとして生きるってことですよ。それは図に、だから刻々図もつもつになる、異議現状する、生命の深さを現状してくるんだ。で神前に、だから神前に異議現状する、これ合掌すればね、これちゃんと合掌の姿だ。だから座禅すればまたそれ座禅の姿、異議現状だ。それから一生南無仏って言ったらこれ海上仏道だ。それで全てね、その身の形として現、もう事実現状した。だから天慶禅師の弁中にはね、何を作為し何を造させんっていうのは話してるね。それこそ異義即仏法作法即修士じゃっつって、偉そうに重々しくやろうっていう、そういうね作為造作のところには本当の仏意じゃない。そうじゃない、とにかく頭手放し、本当に自己の生命実物生命力のまま実際に働くところに仏意現状だ。いやだから沢木老師がいつも言われたね、人のものを取ったらすぐ泥棒現状だ、座禅したらいつでもすぐ仏現状だ。それを今泥棒の真似しましたって言ったって、それは、ね、人のものを取ったら真似であろうと本物であろうと、とにかく泥棒現状だ。これはもう絶対事実なんだ。これをね、その人のものを取っといて、なんだかんだって言い逃れとしてですね、そして裁判し、そしてその裁判ももみ消すべく手いっぱい働いてって言ったって、これもそれでもって泥棒がなくなるわけじゃないもん。事実やっただけはやった。でだから神前に異議現状だ。で同然に敵路政すること、合事なり合法なり合物なり合行なり。同然にっていうのは言う以前に、敵っていうのは狂気説法の禁っていう意味でね、その狂気説、要するに狂気説法する、それがその
その場合場合によってよろしきを得るということが契機ですね。それが事実こう的外れじゃなくて本当に的へいてですね、この的中していく、契機露呈すること、そういうのがちゃんと分泌してくるもの、そういう人に出会ったらそういう仏さんね、どういう対応をするかっていうのが、これちゃんと仏さんの場合仏として対応が分泌してくるわけ、それ露呈すること、合事なり合法なり、要するに行物は天地いっぱいの生命実物運転だから、だから天地いっぱい、どこでもかしこでもいつでも、だから合事なり合法なり、それで天地いっぱい生命実物が現状するんですね。で合物なり十方三世諸物に行き渡る、合行なりというのはね、この一行一歳行、一歳行一行という、これはまあ手本でいうことだ、これを本当に今ここで何をしたかっていうのが、これは天地いっぱいの生命実物として働く限り天地いっぱいなの、あれ一が一行が一歳の行だ、で一歳行がまたこの一行でもある。で今で我々が座禅するんでも天地いっぱい全部それぐるみとして座禅するわけね。沢木老師がねいつも言われてたね、座禅、我々がする座禅はスターリンも毛沢東もトルーマンも抱いて座禅するってスターリン、毛沢東、トルーマンっていう ところにその時代が出てるじゃん今の我々だったらなんていうのか、なんとかまた話は違ってくるこれもねまた聖王国師良人という融通念仏宗を開いた人ですね。良人の言葉に一生一歳生、一歳生一生という言葉を言ってるけれど、この聖王国師はこの法華経と華厳経と、それからあれなんだね、無量寿経と、みんなひっくるめた宗派を立った人だ。だから南無阿弥陀仏っていうのもね、私が南無阿弥陀仏っていうのはこれもう天地いっぱい全部が南無阿弥陀仏っていうことだね。これでまた天地いっぱいが南無阿弥陀仏っていうから、私自身が南無阿弥陀仏ってこう言うんだという話ね。これは確かにそうだと思う。私も本当に我々ね、南無阿弥陀仏って言ったらいい、天地いっぱい全部が南無阿弥陀仏って言ってんの。で天地いっぱいが南無阿弥陀仏って言ってくれるから、私も南無阿弥陀仏って一つ言える、そういうつもりでね、その念仏一つでも言うっていう、あれすると本当に私の言う念仏っていうのが大したもんだと思うよ。でこれだから合物なり合行なり、行物にあらざれば仏爆法爆今だけだせず、とにかく生命実物としてやるんじゃなければ、仏爆っていうのは仏さんに縛られたり、法爆っていうのは仏法っていう仏法に縛られたり、いや実にそういう顔している仏法者っていうのもいるもの
仏魔法魔に盗塁せられる。仏法ではな言ってね、それでのいかにも仏法を傘に着て画片を突っ張ってるやつ、そういう盆さんいるもの事実ね。でこれも今の時代で言ったら平和魔っていうようなもの、平和平和って言うんで戦争を起こすわ、東洋平和のためならばって言うんで戦争をやったわ。この平和って言葉も危ないんだ、そう簡単に平和って言ってねことがするもんじゃない。もっと平和に背後にあるものはもっと大切なものがある。で仏魔法魔に盗塁せられるなり、仏幕というは菩提を菩提と知見芸す、即知見即芸に束縛せられるなり、仏幕仏さんに縛られちゃったっていうのはどういうのかっていうと、菩提を菩提と知見芸すと、この悟りを悟りとその分かるっていうことね。その時には分かられた悟りと分かる自分とっていうんで、もうそこに脳所が立ってるの、二つになってる。だからもう生命、本当に生きた生命実物ではなくなっちゃう。それはだから即知見即芸に束縛せられるない。一年を強略するになお今だ下脱の木を着せず、いたずらに削減する菩提を、すなわち菩提なりと権下せん、これ菩提相応の知見なるべし、誰かこれを邪見と言わん。いや本当はね、一年を強略するに、なお今だ下脱の気を着せずって、本当は今の一年がその下脱の気であるはずなんだ。生命実物ってやつはね、もう生なんだね。気持ちが効かないんだ。ところが普通はその自分の一生っていうのが決まったものがあるってかのごとも思ってるね。それだから今の一年っていうのをね、がまさに下脱の気なんだっていうことを見失って、とにかく悟りっていうかのなんか塊がコロッと手に入れなくちゃなんないんだと、そういうふうに向こう側を持ってると、そういうだから悟りって言って、あれですね、菩提っていう何かコロッとした一物があるかのごとく考えて、こういう概念的な塊や生命実物にはないんだ。今があれなんだ。今事実生き生きるかどうかっていうね、頭手放すかどうか。だから弁中にはね、この一年何と関係せよって出てるけど、今の一年がどうかっていうことです。でいたずらに削減す、菩提をすなわち菩提なりと権下せん、これ菩提相応の知見なるべし。大体俺が悟ってるのを悟ってるって分かるのがどこがどうして邪見だってそういう手合いにかかっちゃかな。大体みんなそんなつもりでいるもん。です。これ菩提相応の知見なんです。誰かこれを邪見と言わん。で、相応くす。これすなわち無常自爆なり。大体菩提っていうのに菩提っていうね、自称塊はないんです。決してね、そんな悟りっていうね、コロッとしたもんがあるわけじゃないんだ。それを菩提っていう概念はしっかり握りしめてて、俺は悟ってるって言ったからね、俺はもう縄がないところで
自分で縛っちゃったよとね。バクバク面々として樹頭透子にあらず、その要するにないその妄想をしっかり握ってんだから、バクバク面々として生より死に至るまで樹頭透子ってのは木が藤に絡まれているっていうね、それがそういうふうに妄想で動きが取れなくなっているっていうのが、まあ、樹であり塔ですね。それがすっ倒れなくちゃダメだ、その木が倒れ藤が枯れる樹塔塔湖にあらずだから、まだ木が茂ってんだし、そこに草が絡んで妄想ぐるみね。いたずらに仏弁の確屈に格形せるのね。仏法のほとりの穴蔵にね、その首突っ込んで詰まってる、ね、発心の山を知らず、方針の急を知らず、まあ教計論教示論事等の仏法を温問せる直しは、発祥すなわち発祥において発祥の権を起こす、すなわちこれ無明と。大体その教計教示論事っていうのはね、温問せるっていうのは仏道の話をね、自分の話としていない、それだから音聞する、音聞だ、遠くに聞いてる。仏法の話はどうしても自己の問題として見なくちゃいけないです。それを教計教示論事っていうのは、その向こう側の話として、研究対象としてやってる。それでもなお、そういう人たちでもなお、発祥において発祥の権を起こすのは、すなわちこれ無明だ。要するに知るものと知られるものと二つある。それでその知られる発祥っていうものに何か事象があると思ってるのは無明だというんですね。この教家の曰くは、発祥に発祥の権を起こるに発祥の幕を言わず、さらに 無明の幕を飾る。本当はこれもうそういうのは発祥そのものの幕なんだ。それなのにその今は無明の幕ってこういうで、発祥の幕あることを知らず、憐れむべしといえども無明幕の重なれるを知れるは仏母大神の習字となりのべし。いや、大体ね、その発心発祥と俺は悟ったっていうところにその落ち着き込むっていうことね、これがね発祥の幕です。検証したっていうと、検証っていうね、一つの金の鎖につながれちゃうんだ。いや、さ西有禅師の経典に面白いことが書いてある、ね、まずいもので食傷するやつはいないっていずれもね、好きなもので、それで食あたりするんだね。そりゃそうだね。俺私なんかでも玄米飯食うようになってから食いすぎってことはなくなったもんね。もう玄米飯、昭和20年代から食ってんだから、28年から食ってんだから、もう30年食ってるわけだけどね。もうそれ以来食いすぎ、玄米で食いすぎたって言って言うことないもの。そんなそれほど玄米も噛んだら美味しいけれど、それほど食いすぎるほど、つい食いすぎるってほどうまいもんでもない。それがこの頃あれだ、新米がって言って
笹錦式とか腰式とかっていうので本部から送ってくださんで、それで食べるとこいつはうまいなこれじゃあちょっと何もおかずがなくておこころ一つで食いすぎちゃう。俺やっぱりね、それと同じように悟りっていうね、俺はそういうものでもって食いすぎちゃう。な嫌いなもので食いすぎることある。で、あれむべしといえども無名を幕の重なれるを知れるは、骨母大臣の修辞となりむべし。それは、一応無名幕だっていうだけ分かってるだけでもね、その骨母大臣の種にはなるかもしれない。今、洋物かつて、かつて核のごとくの幕に幕せられざるない。とにかく今座禅する。よし、その時その場で悟りも迷いも超えた洋物意義が現状する。でだからそういうそのこの洋物はですね、発祥仏性の幕は受けないという。軽がゆえに我元菩薩道を行じて行ずるところの寿命今なお尽きる。また上司に媒せるなり。これはまあ法華経の如来寿量本に出てくる言葉です。これはね、要するに我昔我昔菩薩道を行じていた時に成就した寿命が今成仏してもまだ尽きない。尽きるどころか今の寿命は昔菩薩道を行じた時の寿命に数倍しているって、こういうことね。ところがね、その大体菩薩道の寿命って何だ。本当はこれまあ仏道って言ってもいいんですよ。本当は菩薩道の修行する菩薩寿命っていうのはいつに始まりいつに終わるっていうもんじゃない。人代不動。結局にいつも出てくるけど、葬儀行ってね、これはもう甚だ大いに無音なんだ。全然永遠なもんだ。それで受領は無料で、阿蘇儀行ってもう本当にもう無限行、無限の時間。それでつまりここで言う上司に媒せる。この今上司っていうのはこの比較した上と下とっていう比較したあれじゃないんですね。いつも言うように比較を絶した上無限っていう意味ですね。無限の上司を何倍してみたってやっぱり無限だ。結局だからこの文章をね言ってみれば、今までも人代不音だったけれど、これからも今これからの寿命もまた人代不音だ、こういうことね。で、知るべし菩薩の寿命を今に連綿とあるにあらず、仏寿命の過去に普遍せるにあらず。
これは今言ったその、菩薩の寿命は今連綿とあるにあらずってね、今あの今有明人無倍上昇って今なお尽きずっていうね言ってるのにちょっと妙だと思うでしょ。ところがそうじゃない。その大体ね、時間的長さっていうのね、時間的長短っていうのはね、我々の人間の頭が測ればこそあの時間的長さがあるからね。今頭手放しっていうのは、これが菩薩道なのね。頭手放しって生命の実物で働くっていう時にはね、時間的長短あるいは空間的広さ狭さね、公共そういうものを超えてるっていうのがね、今菩薩の寿命です。いいですか。つまりね、その時間的長さやそれから空間的広さっていうそういうのを超えてる菩薩の寿命、それはその決して連綿として長いもんじゃない。また空間的に広がってるもんでもない。だから仏寿命の過去に普遍せるにあらず、今言う上首は全諸上ない、言い来たる今言うは全寿命ない。大体あの菩薩の寿命、これはまあ私の言葉で、いや生命実物だ、これはね、いわゆる宇治の巻にもあったけれど、自己人無人海自治っていうのはそれが寿命なんですよ。この要するに 実物をよく知らなきゃ。で結局自己人無人海自治、これはだから刻々の今で、この今でない時はない。だから今の上首っていうのは全諸上が、また今有は全寿命だ。まあ今これあのもっと分かりやすい言葉で言うとですね、このお釈迦様がね、その本当に我々みんな生きているその生命の実物っていうのは お釈迦様が発見されたんだ。それで仏法っていうのが始まったわけだね。だけれどこ あのだからお釈迦様がこれまあ命の泉に例えてみると、初めてあここに生命の井戸があるぞってね言うんで、初めてお釈迦様がその井戸の水を汲み上げられたようなもので、でその命の水はつった、これは神代御恩からの全諸上の命の水だ。それから今汲み上げた水はその全寿命の水ですよ。でしかしこのね、命の水のその神代御恩ね、寿命無量 あの命の水はね、今事実汲み上げない限りは働かない。でだから決して連綿としてあるんじゃない。わかりますね。要するにあの汲み上げないで放っときゃこれないんだから、汲み上げた水はっつったらもうこれ神代御恩の、今我々ってね、今行ずるっていうところに天地いっぱい永遠の水を、今命を実現するわけですね。全諸上の、それからまた今っていうのがまた全寿命だのね。だから今事実私が汲んで私自身が飲む水、それが全諸上の水であり全寿命の水だ。つまり今が一歳児一歳女だし、それから一歳児一歳女が今で、まあ私の公式で言えば1イコール1分の1、2分の2、3分の3って
回分の一切だ。それをまあ三次のように画本業たとえ万里一行鉄なりとも百年豊客民獣王なり、百年豊客して獣王に任す。まあ今生命の実物ってやもうそういうその永遠の生命なんだけどね。だけど画本業たとえ万里一行鉄、万里一行鉄ってのはまああの早い話がレールみたいに隙間なくザーッとつながってるってことだね。ところが百年豊客獣王に任すという、百年っていうのはねあの、人間の一生のことだよね。で結局ねあのつまり生きる時は生き、死ぬ時は死ぬ、もう獣王に任すようがないもん。結局今私が生きている信心こそ如来の本業道の寿命だ。つまりねこれだから永遠なものってのが向こう側にあるんじゃないですよ。今ここ組み上げただけ、常じただけが今永遠の生命なんだし、それでそれを組み上げる命ってやこれ生きたり死んだりしてんだからね、生きても死んでも獣王に任せる、その生じする信心でもって永遠をやる上手に。で、しかあればすなわち首相は無にあらず、首相は無にあらず、首相は善なにあらず。これはまあ有名な六祖南岳の古俗がまあここでも何回か話してるけど、まああれしてみると、南岳大恵禅師六祖に参ず、南岳大恵禅師がね六祖大師のところに行った。そういわく何のところより来た、どっから来たっていうね、何のところより、しいわく須山安国師のところより来た、あの須山安国師のところからやってまいりましたってこう言ってるんだね。そういわく何者か陰謀に来た、何者がどうしてやってきたこういうことだね。そうすると死おっことなした、それに対する応答ができなかった。そしてここにおいて出自すること8年、まさに禅話を起こす。それでまああの何者がどうしてきたって言われて何とも言いようがないもんだから、そのまんまその六祖の大神のところで修行、座禅修行して8年経った。でようやっとあのその禅話を称すって言うんだけど、ああこういうことかって分かったっていうのね。大体ねあの禅門でもって何のところより来たるっていう時ね、その今出てきた場所を言ってんじゃないんだ。要するに私っていうね生きた生命はどこから来てるのかって、それなんだと、生命実物の話ですよ。その今今日出発してきた話じゃない、もっともっと先の出発してきたところだ、それはどこからっていう話だから、だから須山安国師のところっていうんじゃ話になってね。それで、何者が陰謀に来たっていう、それでそれをまあ何者か陰謀に来たって言ってもう温めてて8年経っちゃう。そしてはあそうかっていうね、そのすなわち死に告げて言わ、江上当初たりひとき和尚暴行をこれ何者か陰もないと接することを得得する。そのあなたが私に何者か陰もないっておっしゃった意味が分かりましたこう言ったのね。そういわく万事そもさん返すと、どういうふうに分かった、しいわく
一物を切にせんとするに即すなわち当たらず、ああ言おうと思うんだけれど、言ったら当たりませんってことだね。切に一物即不調ってことだ。そういわ、そりゃそうだ、生命実物って私いつも簡単に符号化して言ってるけど、あれ実物ってのはそれは当たらない、なんて言ってもね。要するにだから生命実物、生命実物って言うか、俺もまあ本当に符号ですよ。いや、それよく知っとかないし困るね。自分に当てはめて生命実物ってね、何か要するに今生きてのあた自身に意義、呼吸もし血液も循環し、頭にもいろんな妄想も思い浮かべてる、そのことなんだって言っても、こいつはまた言葉で、それまた、ああそうかって分かってるだけ違う。これ生命実物は生命実物だ。その生命実物をこれはただやるのかしょうがない、だから行物だ、ね、でこれはだから一物即に切にせんとするに、すなわち当たらず、当たらない、ただやるわけじゃん。そういわく、かえって首相は狩りやいない。それじゃあその実際に首相っていうのは修行消化っていうことですね。だから実際にやるのかって言ったら、その C いわく、首相はなきにあらず、善なすることは得て、要するにそれは やるってことはないわけじゃありません。しかし汚すことはできませんということね、善な。そうしたところが六祖大師曰く、ただこの不善な、これ諸仏の五念するところ、何時もまた如是、如是っていうのはこうですね、格のごとし、何時もまた如是、我もまた如是、ないし祭典の諸祖もまたまた如是、まあこれがそういう古俗の上にこの以下の話が出てくる。で、今の話結局何より生命の実物が今問答されてんだっていうのはよく知っとかなくちゃ。で、だから生命の実物っていうことは、生命事実働く首相がないとは言えないの。事実働くばこそある、働くんだからね。じゃあその実際に生命実物が働くっていうのがあるのかって言ったら、そういう 実在的にあるんじゃない。働かなきゃ実在、事実その現状しないんだから、いいんですか。だからなきにあらず、首相はなきにあらずっていうのは意味が深いね。あるっていうね、言っちゃったら実在的にあるみたいな。ところがそうでない。で、しかし生命実物を事実で働くっていうね、そういう首相は善なすることはえて汚されたもんじゃない。この善なっていうね、ここに出てくるね、善なっていうのは大体何かやると、俺はやる、やったやったってこう思う、それで善なするよくね、お寺の 門前にその黒板でもこう掲示板ね、あれしといて、それにいい言葉こう書いてるの、どこのお寺でもよくやってるじゃん。 それの一つの例として、まあ我々の宗門でもその典型的な例としていつも挙げるのは、その世の中になくてならぬ人、どうでもいい人、いない方がいい人、そう三つ書いてね、そしてあなたはって言って、そのクエスチョンマークこれはまあ刑事伝道文として典型的なもんだね。ところがそれ見て、その
そうだ、俺はなくてならない人にならなきゃって思って、で言ったらね、このんで結局俺は世の中になくてならぬ人ってね、そういう顔したらもう全裸してだからね、この今言った刑事伝道文だけじゃ仏法の話にならない。この仏法の話としてはなくてならぬ人っていうそれだけじゃダメだ。そのなくてならぬ人っていう、なくての俺はなくてならぬ人って言った時にいない方がいい人ってみんなが思われちゃう。いや安泰にいた時にね、そういう人来たもの、このもう血を書いてね、あの初老の老人がやってきた。それで私はショックですって、私は今までその私の一家はうまく収まっていると思っていた、そしてみんな私の言うことをよく聞いてくれて本当に円満によく言っていた、思っていたのに、私が定年退職って言って定年退職した日に、その女房と妻君とそれから子供たちが揃ってこれでもって縁切れにしてほしいって言われたって、ね、これはショックですって言われた、ね、そういう人に今の昔だったらまあそういうことあの奥さんに泣き寝入りしてでもね通ったろうけど、今の時代となるこれからあのお父さんがうち一日中うちにいられたんじゃたまらないって奥さんに別れようっていうやつに珍しくないんだと思う、事実ね。っていうのはね、その私もその時そう言ったんだけど、あなたその自分のあのあれを思った通りに今まで一家を切り回して、俺がなくてはこの家は持たないとつもりで抑えてきてるわけだね。そのあれが今度一家の中じゃそれがたまらない、でいない方がいいってこうみんな思ってた。それがその長年あれして、そして今度は定年退職してもう一日中うちにいるって、これはたまらない。それでとうとう革命は起こったわけだから、それはあなた根本的にそれは俺が悪かったって出直すのがしゃあないですよって言ったことあったね。そういう人のが事実いるもの。その点我々ね、やっぱり得意なこと良いことでもって失敗する。で俺美男して俺美男してあるいは俺金持ち俺社長って言って、そういうのでそういう顔をした時にみんなからね、だからそれと同じように俺悟ったっていうね、その顔でもって身動き取れなくなる。座禅人っていうのでもね、俺は座禅したって、これは私あの大衆人にいた自分に言ったら絵文書けっていうね、あだ名つけるこれで真っ赤なんですあれ座禅そういうのがいたね。それで、あの和尚が座禅するんなら俺はしないって言って、それで駒沢の学生だったけど、駒沢の学生あの和尚が三千部やってんな、俺三千部入らないって言って、で座禅のために座禅が、その男が座禅するために座禅が広まらない、そういう俺を意識するとき善なす、で不善なっていうのはどこまでも頭手放し以外にないもん。でその点ね、世の中で簡単な人が多いからね、で座禅してなかなかいい教会になったってそういうことを言っている人多いわけだ。もう仏法としてはもっともっと話は微細で、それで幽邃で深いね、そういうとこからあの見なくちゃ。
で、だから本当の生命の実物としての主生ってのは、なきにあらずな、その、あるって言ったら、もう待ち、行き過ぎちゃうんだね。で、善なすることは得ちゃう。で、無物無人の所在に百千万愛といえども、成仏を善なせず、故に成仏の主生に善なせられざるなり。要するに主生して何とかしよう、何とか手柄し立てようっていうなら無物無人です。ところが今主生は無にあらずなんだからね、悟ったり手柄を立てたりってそういう何物もないんで無物無人だ。だからといって修行をしなければ生命実物は働かない。事実主生をすればこそ生命実物なんだから、主生は無にあらず。でその主生は百千万ありとも成仏を善なせずな。つまりね、製品的な生命実物ってのはないですよ。概念化すればこそ既成的な一物になるんだよ。この生きた代物っていうのは生なんだからね。既製品的な生命実物っていうのはある、絶対ない。それからまた既製品的な主生っていうのも絶対ない。今ここ生命実物を働くだけが生命実物だ。でこの生命を実物を働く行物は主生に善なせられざるなり。で主生の不善ななるにあらずというのは、主生が直ちに不善なっていうわけじゃない。この不善なそれ不無なり、これは不善なの主生がないわけじゃないということね。これは主生はなきにあらず善なすることは得じっていうのの言い換えだ、裏側言ってるわけね。俺もあんたに言った頃よくこう座禅に来ていた人だけど、不善なっていうことはバカに感激してよくその聞いたわけだね。俺は一生懸命不善な不善なってね言ってるうちにとうとう不善なノイローゼになっちゃった。で、これは不善なノイローゼになったっていうのはね、俺が不善な不善なってあんまり言い過ぎ考えすぎてるうちに、頭を置いてるうちに不善なノイローゼになったって、これは不善なに善なされちゃった。これ難しいですよなんて言ってもね。っていうのはね、不善なが合格、善なは不合格。それでなんとか善なはしないで不善なっていう合格しよう、これでもってカンカンになってら、これはもうちょうど受験生と同じだ。それで受験勉強でノイローゼになると同じわけ、不善な不善なって言ったけど、それでノイローゼになっちゃう。その点大切なのはね、どうせ我々ね、私もその時もそう言った、どうせ我々ね、いつでも善なしてんだよ。善なのないってことはないんだ。どうせ我々しょっちゅういろんなことで善なばっかりなんだ。私なんか特にそうだ。しかしながらでも頭手放しした時には不善なってこともないわけじゃない。それがなきにあらず。でだから不善なノイローゼも今手放すことね。だから不善なっていうのは決してね、不善なっていうその固定したものになりきるって、よく禅の人はよく言うじゃない、なりきるって。何でもなりきることが大切です。何を言ってんだ、なりきるなんてありっこない。どうせなりきれない、今こうやるっていうだけだ。
ことに、あのよく禅の人がなりきるっていうことを言うと、私なんか知らないけど変な気がするね。今事実頭手放しして不禅なになっただけが不禅なということね。でまあ宗家曰く、ただこの不禅なっていうのをまたこれは次にして。